岸本綾夫とは、日本の陸軍軍人、東京市長。軍人としての最終階級は、陸軍大将。岡山藩士、小学校長、岸本美治の次男として生まれる。軍役書初,初期、陸軍幼年学校を経て、1899年11月、陸軍士官学校を主席卒業し、翌年6月、方兵少尉任官。陸軍方向学校で学び、 日露戦争では、野砲兵第二連隊副官として出征し、徒歩不評第二連隊中退場となった。旅順後遺戦、法天海戦に参加。要塞砲兵官部勤務の後、帝国大学派遣学生として、東京帝国大学工学部造兵学科で学び、1909年7月に卒業した。 大阪砲兵交渉員、欧州留学、砲校学校教官、陸軍省副官、陸軍兵器本書付、陸軍省軍務局会員、砲兵課長、野戦中砲兵第四連隊長などを歴任し、1924年12月、陸軍省省に進級した。陸軍科学研究所、第二部長、同三部長、兵器局長、欧州出張などを経て、 1930年8月、陸軍中将となり、陸軍造兵将長官、技術本部長を務め、1936年8月、陸軍大将となり、予備役に編入された。その後、第19代東京市長、満州製鉄理事長を務め、部順で終戦を迎えた。1945年11月28日、皇軍に連行され、消息不明となった。 1946年11月28日に死去とされている。1943年4月、芝浦工業大学所代理事長に就任している。ありがとうございます。